遅れた遅れた遅れた、ほら、お願いします。いけるでしょ、これは。今日初魚群、1、2でもいい、悲しいね。あれ、お詫びは50回とか言ってたっけ。180ぐらいまで、70ぐらいまでかな、チャンスは。何がチャンスやねん。何がチャンスやねん。でも信じるものは救われることもたまにはあるかもしれないから、信じてみよう。おお、すごい、別人別人。なんかすごすぎて怖くなってきた。すごいよ、ちん様。でも今日はあんなちん様初めて見た。すごーい、5回目です。無邪気ちん様、6回目の大当たりをゲットした瞬間にうわーいって言った。なんて可愛いんだ、すごーい。いやー、可愛いですね。なんか一周回ってもう可愛いですね。ちん様は年上の、言ったら大先輩なのに、まあ1年も経ってないですけど、一緒にやらせていただくようになって、なんかいつしか私の中に母性が目覚めて、なんか我が子を見守るみたいな、子供を産んだこともない私が不思議な気持ちですよ。もうなんか下ネタとかを言ったりするじゃないですか。で、別にカメラのないとことかでもちょっと言ったりするんだけど、なんか言っちゃダメって分かってて言ってる感じ出してくるから、なんかすごくこう心が温まるというか、はいはい、そうだね、分かったよって言って。だから朝とかオープニングで、いや気持ち悪いですねとか言ってるけど、心の中ではなんかちょっとそれすらも、はいはい、可愛いねっていう気持ちと、そんなこと言わなくていいよっていう気持ちと、まさにきっとこれが親心と思って。お詫び来なかったよ。もう50回ぐらい回してますね。あれはいい演出だったのにね、遅れからの。ビッグバイブの魚群なんてめちゃめちゃ気持ちいい瞬間なのに。さあ来ました、激アツチャンス目。次やっちゃいますか。8、あら、音符だけれども泡ですよ。いけますか？いけますか、マリンさん。8ですか？あら、真ん中でしたね、マリンさん。チャンス目。何やらハマりそうな予感が。私の方はもう199を超えてどこで当たるかという感じなので、待ってる間にちょっと久しぶりにコメントを返させていただこうかなと思います。さあ今回はシャープ14にいただいたコメント欄から抜粋してお返ししていきたいと思います。ます
スにテンションを感じていただきたい。まあ、いいのからいきますか。虹色のソナさんからいただきました。面白いおじさん、綺麗なお姉さん、毎回ゆるく拝見してますと。お姉さんの枠に入れていただいてありがとうございます。毎回見てくれてるの嬉しいですね。こう本当にね、結構水曜日に配信にこだわってて、あのスタッフさんが水曜日のリツイートにもすごいこだわっててこの番組は本当に水曜日に力を入れたいっていうのを感じるので、水曜日は海の日と勝手に思ってるんですけれども、みんなもちょっとずつそういう風に一緒の認識になっていただけたら嬉しいなと思いつつ、まあ何曜日でもいいので楽しんでいただけたらありがたいなと思っております。ご視聴ありがとうございます。からいただきました。新芽の242は期待できません。地獄芽じゃないですか小さまの芽はダメか。そしてこのマスク、なんか喋ると下がってくるんだけど、でかいのかな。あんまりねマスク触るの良くないっていうから、すいません。みんなおもろいな。ついてこい俺にさんからいただきました。もうね、ちんさまっていうだけで私のちんさまが喜んでしまいます。何回ちんさま言うねん。名前だから変えた方がいいですか。変えた方がいいっていう人が20人いたら変えます。入れセシルさんからいただきました。読み方間違ってたらごめんなさい。打つ人が変わるは漠然的すぎますね。それだとカニ歩きするのとさほど変わらない気がします。やるなら視聴者を狙い打つとかのがいいかも。例えばハマっている人が移動して、ハマってた台すぐ当てられた人がまた移動した瞬間を狙うような、確変続かない病は誰かに打たせるとかと治ったりしますし、エンゼルフィッシュカラーの下着ラムちゃんじゃんといただきました。そうですよね、この番組の解説まあまあ無理があること私も気づいてるんで、そうですね、次はそういう狙い方もありかなと思います。ご意見ありがとうございます。那覇な万丈さんですかね、読み方合ってるでしょうか。ちん様よく頑張りましたね。ちん様なんかちょっと言葉不器用で男性ライターの中でも好きだなと。嬉しいでしょう。ちん様今日は久しぶりに、いや初めての大活躍なので、みんなよかったら褒めてあげてください那覇なさんもねきっと喜んでると思いますよ。でもなんかちょっとわかるでしょ、那覇なさんとシンパシーよ、その母性的なね、なん不正というか母性というか、なんかほっとけないというかありますよね、そういうところ。ミオ悟空さん、ド S のりょうちゃんの締めのコーナーで陳龍さんに説教するところ、女王様に見えた。陳龍さんビジネスエロがバレバレでしたね。この人セクハラまがいなことを女性に言うけど、根はものすごく真面目だから、りょうちゃんのような圧が強めの人に説教されるとタジタジになりますね。今回もりょうちゃんのへっぽこで陳龍さんのいい加減なところが面白かったですよ。なんなのよ、なんかすごいトータル最後あったかいんだけど、ディスってるのか褒めてるのかっていうのがすごい織り交じってる、感情が揺さぶられるコメントでした。ありがとうございます。陳龍さん根はものすごく真面目、私やっぱ圧強いですかね。陳さんはね、なんかね強く行きたくなっちゃう人なんですよね。喋ってみたらわかると思うんだけど、はい、ということで今回もたくさんコメントありがとうございました。よかったら次回も、あ今回もですね、書き込んでいただけたら嬉しいです。合わせまして
いいねとチャンネル登録もしていただけたら嬉しいので、当たってない私が言うのも悪いねなんですけれども、よろしくお願いします。ただ青山さんはもうなんだかんだ言ってこうまとめてくる人だからね。この人はなんか何がさせるのかよくわかんないけど、ちゃんと当てるもんね。一番最初だけですよ、青山さんがなんか悲惨な顔してたの。あとはだいたい笑顔の青山さんしか僕の記憶にはないですからね。わあ、まさかのいきなり来た。恥ずかしいよ、こんなんやってたから。あー、しかも走った。なあ、十分が寄ってきている。やりました、301回転です。投資が17,000円。全くスペック紹介してなかったんですけど、まあ、今199分の1の大当たりを引きました。ここから、まあ、今スーパーチャンス獲得したんですけど、初当たりの 50% が確変、50回の ST プラス50回の時短で、残りの 50% は通常なので時短100回となります。で、ST50 回確率が、まあ、約50分の1ですね、49点何分の1なんですけど、50分の1で当たりを引くと16があるんだよね。 27% が16ラウンドなんで、そこに偏れば結構出玉がをしっかりともらえるっていう、そんな台です。で、ここにある紙を見てですけど、電柱の大当たり振り分けは16ラウンドが 27%、 7ラウンドが 40%、 4ラウンドが 33% と、まあ、7割が7ラウンド以上、 27% で16か、チャンス。はい、 OK、 森一位の打ち点で大当たり。走らないあ、ここで変わるんか。いいです、いいです、いいです、続けることが大事。11回転かな。アイランドランプもしっかり4ラウンド 33% ですね。さあ、もう一丁50回転の ST プラス50回転の時短に突入と。マンタ、最初の20回転がブラックパールゾーンで、まあ、即当たり、そう、即当たりって言えるのかな、リーチがかかればっていう、でそこから普通の海の各辺の演出になります。熱い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 、当たるでしょこれは。ありがとうございます、31回転。あー、変わったやりました、7かな。あと40回、あ、チャンス目。亀はいいでしょう、亀だもん、亀なのに煽りを亀にしてくれない、気になる、そこが。お願い、あー、魚群じゃないよマリンちゃん。待って待って待って、あー、厳しいね、あと5回どうでしょう、ラスト。あー、悲しみロンリネス、 ST 終了、出玉が1600発ですね。
あと50回時短つきます。引き戻してこその海よ。音符どうかな。時短中まあ贅沢は言えないそんなレベルでした。あと10回、ラストチャンスかもしれない。94回転目。あー白い、あっという間でしたね。あの瞬間からここまで本当にあっという間でした。3連で終わりです。結局魚群もハズレ魚群しかなかったしな、ノーマルだったしな、学園 SD 中も。まあでもちょっと帰ってきたんでまあいいでしょう。今日のところはこの辺にしといてやるよ。神様がいい笑顔でよかったです。お疲れ様でした。次の魚群はね外せないんですよ僕。やっぱ2連続外れはいただけないですから、とりあえずその外せない魚群を今待ってるんですけど、お魚どっか行っちゃったっすね。青山さんの方行っちゃったかな。なんか簡単そうなんだよな。いやまあ嬉しいんですけど、仲間ですから。なんか簡単そうなんだよなあの人いつも。19 260ぐらいまでだな今の1球から。近い。でもこれ感覚的に近い物ごっつ近い。いやー242裏サメだけど。いやもう今本当熱い。もうどこで当たってもいい感じに仕上がってますよこれ。これかこれだ、これラグーンのこの連続予告熱いでしょう。うわちょっとなぜだ。いや、今のだったかな。あと10回転やらせてください。今本当ね感触がいいところなんですけど、まあ時間が時間ということで、結局私は朝の6連ポッキリの男だったということですね。まあでも2500円ということは600発625玉投資の2846を勝ちましたよそりゃ勝つよね朝あんなすぐ当てて5000発までいったら。ちょっと減らしすぎたのはあの時短中の魚群外れが痛かった。いやまあでも今ねいいとこなんですけど、誰か次に打つ人へお裾分けっすわ。もう当ててちょうだい。勝ったんでよかったと思います。はい、手長
私も長いって言われるけどモテた昔あバスケ部バスケ部うまかったケツモテないじゃないめっちゃ強かったなそのチームあーそっか市で優勝しちゃうようなチームガチなやつかやっぱあのブラ人参ぶら下がるとやれるということが、うん、いやすごかった私今日は目指してたのはちょいお負けでしょバックレース台の すぐ当たってちょっとちょろっと出るちょろっともう一回出るよっていうところを目指してて300回転だったんですよ遅いですダメ、はい、入ってないそれはだからおまけ私の台はおまけなしなしでしたね私のはありまし た、ね、私のはでも別に前日の爆裂台とかじゃなかったんですけどそもそも前日の爆裂台が必ずホールにあるかどうかも分かんないしねまあでも一応その中でも近い台は選んだつもりだ、うん、私ちいさまに選んでもらったじゃないですか人のせいじゃなくて8回当たりがついてる台だから、はい、うちの方が当たりそうだったのに、はい、ダメでしたね僕も正直そっちのかなと思ってたんですけど、うん、今日はやっぱ人参ぶら下がるとやれるぜっつめっちゃ日が出てきましたよちいさまの心のようなありがとうございます手下げがもらえるっていうだけでも手下げ、はい、あ手下げじゃないんですよ手下げじゃないバックっていうだけなんであバックはそんなにええやつなの、はい、ということで本日は2人合わせてトントンかちょい浮きぐらいな感じの結果だったと思うんですけどちん、はい、様一人で言えば余裕で勝ってますよねこっちはそうです勝ってます低投資なんで、はい、なんでちん様が定まで一玉でも一人でプラスになればプレゼントということなので一生懸命選んだんですけどすいません青山さんファンの皆さんすいませんえ、俺女性からこんななんかやめてくださいそこ愛の告白的なやつ違うよ愛の形が違うよそれは久しぶりなんですうわめっちゃ使うこれウエストポーチ的なやつだよね違う多分斜めだと思いますいつも財布と携帯をこうなんかでっかいの持って歩いてるから私それ見てイライラしててそれを入れてくれたらイライラしてたんだあれするなってだっていつも落としそうになってるじゃないですかしかもパープルは僕のラッキーカラーですあ、本当ですか、はい、まあ、セクシーだね、なんだったら今日のこの石もパープルです本当だパープルよかったら合ってる使ってくださいいらなくなったらあの誰かにあげてくださいすいません、本当もう青山さんファンの皆さんすいませんいただきますただこれは僕ちゃんとパチンコで出してそうだね、初めてちゃんと出してであるがゆえのご褒美ですからちゃんとあの正規の手続きを踏んでのあれですからでも人参企画いいですねいいっすねちん様が勝てるなら私も潤うしじゃあ次僕あの青山さんがもし一玉でも浮いたら、特茶のジャスミン茶をおごりますさっきからそればっかり言ってるのいや言ってないよ私は特茶のジャスミン茶しか飲まないんでいやいや飲む飲むあのダースでいやダースでダースは持って帰れないいや送ってくださいやりますもう汗も吹き出してきましたの で、ね、とりあえずでも ある程度の立証はできたんじゃないかなできてない気もするけど、まあ、また機会があったらやっていきましょ う出てる台の方がいいですよみたいなのはちん、はい、様のおすすめ、はい、気になるようだったら皆さんも打ってみてくださいということでまた次回はまた次回は行きましょうさよなら暑さがそうさせた